バイエリッシュモトーレンベルケ、ドイツ語でバイエルンのエンジン工場という意味を持つそのメーカーは77年間 F-R 作りにこだわり F-R を進化させてきた。そして今では快適性とスポーツ性の両面を併せ持つ507馬力のモンスター F-R M5 までを誕生させてしまっている。一方、日本の F-R も負けてはいない。比較的安い価格でこれだけのスポーツ F-R が味わえるのは意外に日本だけなのだ。しかし77年もの間 F-R 作りにこだわり抜き F-R のみでフルラインナップを揃えるまでに至った BMW に対し、コスト削減のためその数が減っていった日本の F-R。 2006年現在、そこには価格差以外にどんな差があるのか。 BMWVS 日本の F-R。 フロイディアム・ファーレンをポリシーに作られる BMW の F-R、 まずはその喜びを感じてみることにした。 BMW といえば走り、走りといえばワインディングですよね。ということで今回は3台の BM を用意しました。キャラクターが多少違う車ですけども、同じステージで走らせることによって速い遅いではなく僕の体が感じるものをしたいんですね。チェックしてみたいと思います。 BMW の F-R の中で最も小さく元気な BMW、 それが 130iM スポーツ。コンパクトな5ドアのそのボディの心臓部にはマグネシウム合金のブロックで軽量化された直六エンジンを搭載。理論的にも一番振動が少ないと言われる直六を BMW は守り続けている。その直六を積むために足回りも見直され、車高は 15mm ダウン、ブレーキにも抜かりはなさそうだ。タイヤはランフラットを装着。エンジン始動、ズドーンときますね。おお、滑らか、やる気にさせる。行ってきます。あおいや、おお響くね。滑らか、エンジンが非常に滑らか。大体ね、時代は V6 でしょ。どんどんね、全長の短い V6 にシフトしてるわけですよ。その時に直6にこだわるも今新しい直6を開発してるっていうんだから、なんというメーカーだ。多少ね、ちょっとだけローズヘビーかなという感じはしないでもない。だけどそれを硬い足回りでね、ちゃんと受け止めてるし、タイトコーナー立ち上がりでこのトラコンを切ると多少ホイールスピン気味になります。だけど挙動は悪くないんだよね。そこでドゥワッとテールが流れたりすることもない。もうこれはね、プロドライバーじゃなくてもその空転コントロールはできると思う。ちゃんとしつけられてる。ごめんなさい、これはね、一人でね乗る車です、彼女とドライブ、それじゃもったいない。いつの間にかドライバーを熱くさせる、そんな魅力があった。2代目のフロイディアム・ファーレンはまさしく駆け抜ける風を感じられる1台。 BMW の中で今最もエレガントさを醸し出す F-R、それが 650i カブリオレ。これに積まれる V8 は367馬力、トルク 50kg をマークする。車重は 1960kg、タイヤは IS のランフラット。このね、ほら、最初のブ、これクルーザーだね。クルーザーのスロットルブってやった時のこう、まだ推進力は出てないけど音だけブッと押してくるような感じ。いいね。これね、こんな重力モデルだけどやっぱりバランスのいい FR なんだよね。だから何ていうの、ノーズがガーッとガードレールの方にねはらんでいくような感覚はないの。もうハンドル切ればそのままノーズキュンキュンと反応する。いいね。それ以前にやっぱり重量配分が悪くないというか、50、50に限りなく近いことの良さがあって、ボディそのものが僕の体を中心に曲がってる感じがすごくするのね。で切れ味がいいと、少なくとも走りに悪影響を残すようなボディの弱さっていうのは全く感じないです。これいいよねえ、これがベスモのロケじゃなくていい女が助手席にいたらこれは最高なんだけどな。残念ながら周りにはむさい男のスタッフばかり。すみません。ラストは BMW のフラッグシップ7シリーズから 760Li。 車両価格は1720万円、車重はなんと 2220kg だが、洗練された6リッター V12 気筒はこの車でしか味わえない。その印象はセルモーターの音はするけれども振動はゼロだね。限りなくゼロ。そして発進なんですが、多少コツがいます。国産のウインカーレバーがある位置にですね、実はシフトレバーがあるんですね。これ手前に引いて下げると T レンジ。そしてパーキングブレーキもちょっと変なとこありまして、これです。これを押せばパーキング解除。これで発進できるはずです。いろいろあって自信ありませんけど、はずです。動いた。非常に静かですね。エンジンは恐ろしいトルクを秘めてるんですね。M5 のあのピークトルクをですね、1500回転でもうすでに絞り出すというすごいトルクの塊なんですが、スロットルバイワイヤーのチューニングによってその辺を穏やかにしてるんですね。アクセルをちょっと踏んだだけではあまり過剰に反応しないように制御してる。攻め込むとね、やっぱり前後重量配分がこんだけの大きなエンジンを積んでる割にはいいなという感じはする。ここはやっぱ BMW FR にこだわる最大の理由でしょう。ただ BMW の流れの中ではね、やっぱり一番鈍重なね、動きののっさりした車であることは確か。いや、でも結構いいよ。決してふわんふわんとね、サスペンションぐにゃぐにゃにして走るタイプじゃない。多少コツコツコツってくるぐらい、ハードな味付けも残している。BMW って何って言われると、まあ FR になるかもしれませんが、まあそれも一つですけど、やっぱり生粋のねエンジンメーカーなんだなと思うわけなんですね。例えば130の M スポーツはやっぱりシルキー6らしく回すと滑らかに吹き上がっていって気持ちいいという個性で僕に迫ってくれましたし、この 650V8 はですね、やっぱり世間が思ってる V8 らしさを強調してね、低回転でドドドドドドこのね比較的大柄なボディを後ろから背中を押しながら進めるという魅力がありました。それから、760はやっぱりショーファードリブンですからね、徹底的に静かで、もう徹底的に振動を抑えて、まさに完全バランスならではの魅力をちゃんと進めてるという気がしました。 FR という魅力があって、そして個性のあるエンジンラインナップがある。いつしかこう BMW ワールドにスーッとね吸い込まれていくような気がするんですね。ちょっと魔力というか麻薬のような気がしました。車はエンジンありき、 BMW はそう訴えかけている。BMW は一方でモータースポーツにも参戦を続けている。これは市販車へのフィードバックにも生かされ、エンジンの搭載性や車としての耐久性、経年変化も見ているという。そして 318i や 320si など4ドアでもモータースポーツに参戦。その長い歴史が現在のプレミアムセダンにどう反映されているのか。そのハンドリングを評価するのは日本の F-R 使い土屋圭一。 V8 の 550i に対し日本の V8 の走りはパイロンスラロームで比較。さあ、世界の BMW に日本の国産車はどこまで通用するか。V85 リッター、これがね、日本車では一番パワーがあるぞということでね、F-R の4ドアセダン、世界に太刀打ちできるのかどうか、その辺をチェックしてみたいと思います。日産が考える FM パッケージの走りはどうか。ある。軽いな、動きが。動き軽い。これはいい車だ。割とこう出そうな感じはするんだけれども、かなり粘ってるんで楽しい。これはね、フーガのレベルはちょっと高いぞと、そんな感じがします。さあ、続いてはフーガに対しましてレクサスの GS430、これはね IS よりもちょっとこう高級なグレードの、これをいってみたいと思います、VDC、なんとかオフで行ってみたいと思います。フーガより80キロ軽く前後重量バランスもいい GS430、 しかしちょっとロールが大きそうだ。ドラコンで書いてる分遅いのかな。この小回りはフーガよりもいいよね。フーガの方が加速がいいかな。変な動きするね、素で乗ると。フーガの場合はぐーっと沈んでってしっとり沈んで次のアプローチにかかる。レクサスの場合はしっとり沈むんじゃなくてぎゅーっと沈んでパンと跳ね返されるような、そういう返し方ですね。ダンパー、スプリング、G の返し方が、そんな動きをします。さあ、続いて BMW550 です。550i ちゃん、ということでですね、世界の BMW は一体どの位置にあるのか、この確認ですけれどもね、スラロームを行ってみたいと思います。やはり前後重量バランスはダントツでいい 550i。 しかし車重が一番重いのが気になるところ。これはね、すごい安定してる。すごい安定してる。これハンドリングもしっとりしてるしね、車の動きが FR だよ。これちょっとフーガが似てるぞ。このサイドはいい、この位置のサイドは。電子制御オンでも比較、結果挙動の差がタイムの差となって現れた。さあ、世界の BMW 駆け抜ける喜び、これに日本の国産車は果たして、追いついたのか追い越したのか、この辺はですね、このスラロームぐらいじゃはっきりしたことは分かんないんですけれども、手応えとしてはありますよね。えっていうね、こんなこと一緒に何回もあってほしくないなっていう時の動き方なんですけれども、フーガと BMW っていうのはこっち側にありますね。安全方向にあって割とこうどういう動きをするか見える。レクサスはこっち方向にありまして、どういう動きをするかよく読めない、突如として違う動きをする。これは何かというとですね、やっぱりフォードはセダンっていう車はファミリーカーですから安全でなきゃいけない。その時にじわーじわーって動いてるものがしっとりくるんですね。ステアリングフィールがしっとりこう頭が入ってリアがアクセルで押し出してくる。それに対してレクサスっていうのは動きは頭の動きは一緒なんですね。すごくしなやかに入ってくるんだけど、その突っ張った感じがいきなりスパンとこう抜けるような、ドキッとする、我々でもドキッとする動きをする。BMW を目指すんであればもうちょっとしたしっとり感、安全方向性に持っていったものを F-R の良さを生かしながらインフォメーションをドライバーに与えると、こういう車作りをしていくと、本当に世界のトップレベルに並ぶんじゃないかなと思います。